はい。じゃあ残り30分でですね、ちょっと速攻、バラスだけ編。随行のですね、500円レンズで、随行デジタル14-42-3.5-5.6MSC。何の略なんだろう。わかんないですけども、マイクロフォーサーズの、レンズですが、電気的に全くうんともすんとも言わないジャンクでした。で、まあ、これをですね、もう、しょうがねえから、分解するだけ分解して、ちょっと、最新の、こう、コスト最優先なレンズのですね、中どうなってんだろうと、ちょっと見てみようと、思いました。で、ちょっとよくわかんないですが、このヘリコイドのこれももう全く電気的になっていて、だから、ボディにつないで電気的なやり取りがないと、もうピントすら合わないと、いう設計のようです。ちょっと僕今、この下にペンがあるんですが、もうちょっとマウントを壊してしまっているので、ちょっとつけられないんですけど、確かですね、記憶が曖昧んで、ちょっと申し訳ないですが、オリンパスは確かカスタムファンクションで、こっちに回したら近距離行くっていうのを、こっちに回したら近距離行くっていうのと、確か変えられたと思ったんで、よく言うニコン方向、キャノン方向ってやつですね。だからもう完全に電気で制御しているっていうような代物のようです。まあそれからですね、ちょっと面白いなと思ったのは、このアンロックってやってあげるとですね、ニューッと伸びて、これ止まるんですね。この、カチッ。で、ここが14と42のズーム。ですから使わないときは、引っ込めておくというですね、まあ、振動式レンズの最新デジタル版っていうか、ね、エルマの三半みたいな、こう、ノリなんですけど、ね、こういうふうに、ここで撮影っていう、仕組みになっています。ということでですね、まあ、バラしてみたいと思います。だからこの状態で、この一番最後のレンズがですね、こう、固定でずっと残ってるんですね。これがきっとなんか、やっぱりモールドの非球面かなんかわかんないですけど、最後の仕草をピタンコと、合わすようなのが一枚入ってるんですかね。まあ、とにかく軽いレンズで、まあ、総プラスチックなのがもう見てわかるみたいな。で、こういうなんていうんですかね、これプラモデルの時に何？パーティングラインっつったかな？こう、型を取って、やるときのこの筋なんかがですね、こう入って、まあ、これをいかに見せないようにするかなんていうのが、スケールモデルでは、あれな、腕の見せ所みたいな、あるんですけど、もちろん、メーカーはこういうのを見せないような巧みに逃げたり、作る方もこれをなんとか消すなんてやってますけど、まあ、これはもうそのまんま、ポーンって、まあ、出てるような、まあ、コストのためにですね、そういう処理はまああまりやらないというような感じの。で、まあ、とにかく、ついてるネジはバラしましょうということで。だから、ボディにつけても、レンズがついてませんみたいな警告が後ろに出てですね、何もうんともすんとも言わないという状況で、だからきっと中でブレーキが断線してんのかなっていう感じはあるんですが、この間いただき物のニコン100の28マクロだったかな？あれも分解してもいないのに中でブレーキがブツッと切れてて、っていうレンズがありましたが、こう、マクロレンズみ、おー、すごいすごい。調整ワッシャーがいい。マクロレンズみたいにこう、駆動の距離が、ピントの送りの距離が長いレンズだとこう、ブレーキがこういう風に入ってですね、行ったり来たりするとこう、引っ張られて、いつもこう、伸びたり縮、なんつうかね、曲がったりの伸ばされたりっていうのをやってるんで、それがこう、ストレスになって、切れちゃうのかなんだか、そういうレンズがありました。ニコンでは修理不能っていうふうに返されちゃうらしいんですけど。
ここがなんで外れるんだろう、こんなところにネジが。これ、あ、これ単にあれだ、中を隠してるだけですね。で、こう、別にフレーキ切れてないか。切れてはいないですね。でも、外れもしないんだ、フレーキも。で、この調整ワッシャーなんかが全部ついてますね。モント面とか。これは次はもうここから、この基板を取らんことにはという話になってくるんでしょうけど、基板は、全部調整ワッシャーがついて、基板を止めてるネジが、この、なんですかね、フラットケーブルを、止めて、これは何で止めた？こうね、爪を起こしたり入れたりっていう場合もあれば、単に、突っ込んであるだけって、あ、これは単に突っ込んであるだけのパターンだ。いろいろあるんですよね。同じメーカーのレンズで同じ基板でも使い分けていたりするので、どういう使い分けになってるのかよく、わからないんですが、これはリンバスの全部刺すだけ。まあ、このリード線はハンダがちょんちょんちょん、これもハンダごてで、本来はやんなきゃいけないんですけど、まあ、今回はもうバラすだけなので切ってしまいますが、そうすると基板が取れるのかな？バラすだけはね、お前頭使わなくていいので、楽ですが、こういったプラスチックにつけるタップネジは、さっきの自作レンズなんかの、プラスチックのボディマウントにですね、こうキャップのところに穴開けて、なんて打ち込むときにですね、一回り小さいドリルで下穴開けてこうネジを切るとですね、意外にカチッと止まりますので。最終的には接着剤で補強して固めた方がいいんですけど、結構役に立ちますので、まあ、こういうところからジャンクで部品取っとくといいと思うんですが、これはまたちっちゃいな。見えないですね。なんかもうカスタムの、IC が乗っかってますが、なんだろう、ロムの情報なのかな。いずれにせよフレーキが断線してるわけではない。何、うんともすんとも。ここまでついてればね、何ミリっていう情報ぐらい言ってもいいんでしょうけど、かといって水没品って感じでもないけどな。何がダメなんだろう。こういうのって本当電気物ってやらしいですよね。目で見てわかんないんで。ブレーキがプッツリだったら話がわかるんだけど、何が問題なんだろうな。いけそうな感じしますけど。で、まあもちろん本来の修理の時はハンダを外してっていうことですよね。
この次はどれなんだろう。こいつは一番手前のレンズはもう、あれですね。カニ目とかのリングじゃなくて、もう、これビス染めで。これが一番お尻のレンズ。これはもう、なんか今ビヨーンって飛んでったような音がしたけど。なんか今ビヨーンって飛んだような。バネで下から押してるかな？あ、そんなことはないですね。単純に、これは何？ゆるい凸レンズですが、特になんかすごい変わったレンズ、その普通のガラス玉なのかな、まあ、触ったってね、わかんないですけどね。なんかね、こういうとこによくこうポツンと離れたところにある一枚に引き埋めなんていうのもあるんですけど、まあ、なんか普通の凸レンズみたいな感じですが、で、アンロックにすると、あ、後ろは移動しないんですね。前だけが引っ込んでくるんだ。2分ズームなんのかな、うん、こんだけの、はい、で、あの一番ケツの、薄い度のついた凸レンズは固定と。この辺のネジを外すとどうなるんですかね。おう。そうすると、お、お、あら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 。こんな外れちゃうんだ。これ以外なんかないの？特にないね。この。お、おー、なんだこれ。一気に抜けるんだ。すごいなぁ。あ、もう、ヘリっていうか、こう、溝になってんですね。ここに。たった3本のネジだけなんだ。これはでも、なんか壊れたって元通り組むの、不可能に近いよなぁ。これがレンズブロックで、この、もうこのピンで溝に沿ってるだけですね。シューッと。あとはワッシャーがポロポロ。こういう仕組みなんだ、やっぱりもう今の普及型レンズは。しかし、これ以上ばらけないっていうのはちょっと、ね、もうちょっとなんかなるだろう。この辺はもう接着なのかな。ネジはないですけどね。接着かな。シグマなんかあったのは、あるところに来ると、あの、全部の噛み合わせが取れてポンって、なんてこともありましたが、
特に関係がなさそう。こいつは取れないな。ああ。ここだけだ。ここが、ここの溝、一番向こうの、ここに入ってるだけですね。ここに噛んでるだけ。になってまして。だから一つのカムを、こいつが、ここを支点にしてこう回す。ウィーウィーウィー、ウィーウィー。で、こう。行ったり来たりっていうだけのことで、中のレンズでもう一群かっていう一発かも。でも横なの思いつくよな。どうやって計算してるのか知りませんが、ここまでばらけてくると、こいつはズーミングをやってるだけで、これ以上ばらけないなんてこともあるのかね。ここが、でもここにこだわってちゃ先進まないから、やっぱ接着。これがあれみたいですね。ピントリングの多分、パルスかなんかを、撮ってる、多分、センサー2つで。だから、パパッとこっち、ちょんちょんって切るのか、ちょんちょんって切るのかによって回転方向を検知して、多分2つのセンサーで。この間ちょっと、あれどこのテキサスインストゥルメンツがなんか広告で、これ丸いコイルのところにですね、斜めに切った、三角形のものがこう、行くとですね、そこでこう精密に移動距離を測るなんて広告が出てましたけど、なんかカメラのズームに利用できますなんつって。これ、この青いなんかリングがはまって、これ、こういうふうに、金属のカメラだと、こういうリングをですね、パチッとはめ込むのを、なんか、三つに分割した青いプラスチックが、接着しちゃってんだろうな、きっと。接着でしょうね、これね。接着だ。これはな、なんなんだこの青リング。これね。青リング、これが接着か。で、この青いリングが外側まで来ていて、ん？どうなってんのこれ。ここが接着で、これが滑りのワッシャーがあって、じゃあこれも上下方向に接着なの？ちょいとわかりませんが、なんかスポッと取れんのかな？ちょっとこればっかりにこだわっていてもこれなんで、まあ接着が主体なんですかね。でもこれ前から取ってかないとこいつは外れないわな。そうですね、前からこう積み重なってこういうセンサーが入ってと。
いうことで、まあまあ、こっち行くと、で、こいつが、前後して、ズームして、なんですかね、二軍ズームの役割を担ってるんですが、お、ずれた。おー、もうこれ、もう完全に、はめ殺しの接着ですね。ガラスをもう、ペタンコンだ。この前、最初のリングは何なんだろう。単に接着。ああ、接着ですね。接着っていうか、両面テープだ。こんな両面テープで、ペタコンって止めてあるだ、細い両面テープで。うん。で、ネジが見えてくるけど、最初こっちから攻めるべきなのかな。このネジは何？まあでも、こんだけネジとワッシャーがいただけると、まあ、ここでまあ調整してるんだ。ここはネジ止めってのはちょっと変だな。一体型で作れないんかしら。何をこれ、止めようとしてる。このリングですかね。おぉ、取れた。こいつだからやっぱり別製作なんだ。このバイオネットっぽいのを。これはもう一体。そして、これがまあ全軍。もうこれは、これで、だからこの中なんかにカビ生えたらもう、どうしようもないですね。これはもう、ガラスを包んで、制作してありますので、ここに、あ、やっぱ、ここでも、でもさらにズーミングするんだ。だから、三つのブロックがズーミングするんですね。ほー。ここが二つあって、中に二つ違った動作で周りで、で、三つの三群になってる。意外にこう、緻密なことを、やっているようですが、あー、でもそっか。随行はボディー手ブレだから、ここは手ブレユニットはないんですね。これは、おー、なんか、今何ミリっていうのを、結構厳密に撮ってんな。普通あのブラシがこう走ってって、飛び飛びの値でこう焦点距離撮っていくんですけど、もしかするとこのレンズはバリフォーカル？だから、ズーミングするとピントずれると、ずれた量をこれで精密に測ってシュッて AF 補正するのかもしれないですね。わかんないですけど、結構厳密に撮ってますね。これそのまま抜けないの？あ、抜けるよね。フレキはもうしょうがない。今回は撮ってしまう。ますが、こっちにもあったか。うわ、接着？あ、接着じゃない。これはまあ動く中間の支持体で、モーターが、なんだこれ。どっちがが、お、
これがあれか、絞りのモーターですね。もう結構綺麗な形の絞りですが、絞りももうこういうふうにシュッモーターが、動かしますね。で、だからこれが当然 AF の、モーターで、だから AF のモーターがここにつながっているということは、インナーフォーカスということになるの？ですかね。ちょっと光学的な、ここがこのモーターによって直接、これは円滑、型じゃないけど、ああ、モーターのもう軸が螺旋状にあって、こいつを動かしてますね。だからもうギアとかなんか返さずにシャフトがシューって伸びてきて、こいつをフォーカシングをす、だからなフォーカシング部分が、独立した内部フォーカス。っていう感じですかね。こんなモーターで分担してるようになってますが、おお取れた。ああもうここでフレーキが直結なんだ、こっちのこういうちっちゃな、あれこの辺か、ちょっと今映ってなかったごめんなさい、こんなモーターがですね、回転するとこいつがこっち行ったりこっち行ったり、ネジでなってますのでフォーカシングができるというこうですね、こういうまあこんなようなもう本当にプラスチックで精密に作った、小さな集まりですが、それでもですね、驚異的な移りするわけですから、はい。という、こんなような、ジャンクの、なんだっけ、14-42-3/5-6 という、レンズ、こんな感じでなってました。はい。ちょっとですね、なんかこれもう、もうしょうがないんですよね。これもうここまでこう複雑な形が一発成形で取り出されてると、もう、へーって言うしかないみたいな、感じなんですけども。だから、あれですね。ちょっとはっきり言ったこと言えないですけど、まあ、多分バリフォーカルで、だから、ズーミングすると、本来の、一眼のズームレンズはズーミングしてもピントは変わらないはずなんですけど、多分、それだと、光学系が複雑になって、コストが上がっちゃいますので、多分ズーミングするとピントがずれるんだけども、そのずれ量をもうあらかじめ、組み込んだある、電気的にロムで持っててですね、その分をすかさず修正するみたいな、多分動きをやってるんじゃないかなと。そうすると、電気的なそういうアシストが来るってことが分かってれば、光学設計の方はですね、その分制約が少なくなるので、よりコンパクトで少ない枚数でできるとか、なんかそんなようなことをきっと、追求してるんだろうと思いますが、全く当て推量で言ってますけど、もう絞りもですね、モーターでシュッと、やるというような、ことになってました。ということで、あ、ちょうど、30分ぐらいの時間で、10時になってしまいましたので、今日はですね、あ、
すいません、なんかたくさんの方に来ていただいて、ありがとうございます。ということで、とりあえず、こんな感じで、また来週ということで、よろしくお願いします。